皆さんこんばんは。会員番号36番渡辺真理奈です。どうもありがとうございます。私がおにゃんこクラブに入ってから1年と4ヶ月、本当に何もかもが初めてのことばかりで戸惑っていたりもしたんですけども、私をここまで引っ張ってきてくださったのは、こうしていつも応援してくれているファンの皆さんでした。どうもありがとう。みんなに伝えたいことはいっぱいあるけど、今ここでそれが伝えられないのがとても辛いです。ただ1987年の9月20日おにゃんこクラブのコンサートがあって、私たちおにゃんこクラブ19人とこの会場のみんな全部が一つになったっていうことは、いつまでも絶対に忘れないでいてください。みんながくれたたくさんの素敵な思い出、いつまでも私の大切な宝物です。